前田信輝の You Touch Happy。 さあ5月も中旬ということで、はい、あれ梅雨って6月でしょ。大体5月下旬から6月だんだん早くなってきてますよね。入っちゃうんだ、結構雨がなんか多いっていうなんか評判だったけどね、うん、でどこで誰が気象予報士の人たちが、方々が今年は雨多いよって。ああ嫌ですね。で暑いよ。え、前田さんって雨は好き嫌いで言うとどっち？大嫌いだね。大嫌いなの？大嫌い。なんで？だって嫌じゃん。なんか俺意外と雨好きなの。今日なんか雨ダメでしょ。だってだって割れちゃうじゃん。それ以上言うなよ。それ以上皿が皿がいいじゃん。皿は受けられるから。いいんだ、いい、あそうなんだ、雨好きなんだ。好きですよ俺は。わあ好きじゃないな。ああそうです、うん、いや意外とこうなんかロマンチックじゃないですか。ドラマチック、ドラマチックだし雨がバーッと。それドラマチックレインって曲じゃないの。お、ちょっと歌ってみて。ウェイもっとバカにしてる。今流行ってんだよ。何が？あのそういうシティポップがまた。シティポップがまた、うん、あそうなん、世界中で流行ってんですよ。へえ、宮城純一さんとかめっちゃ流行ってんだよ今。へえそうなんですか、うん、お知らなかった。世界中でうん、うん、らしいよ。ああもう情報だ、前田調べだから、うん、あんまり大した情報じゃないです、ね。さて、うん、最初のメールは、うん、子供の不思議に関する。はい、子供ね、子供ですよ。ハッピーネーム夏を待ちきれなくてさん、はい、前田さん、カッパさん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。前田さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。うん、ごっくん、私の息子も前田さんと同じ4月23日生まれ。おお、すごいじゃないですか。そんな息子が2歳頃のこと、うん、お話ができるようになってきた頃に、うん、ずっと聞いてみたかったことを聞いてみました、うん、それは、うん、生まれる前ママのお腹の中で何してたのと。そしたらまさかの一言、うん、チューブの歌を聴きながら踊ってたよ。本当かよ。確かに年がら年中チューブを聴きまくっていたので、ほうほう、前田さんの歌声が胎教になっていたんだなと、なんだかとっても嬉しかったです。そんな息子も20歳を迎えました。はいはいはい。前田さんはお母さんのお腹の中で何かしてましたか、覚えてるわけないか、ってことで、これなんか俺、うん、なんか見たことあるんだけど番組で。はいはいはい。子供、ね。ほんと2歳とかぐらいまで覚えてるらしいっすよ。そう、らしいですね。だから、年取ったら忘れちゃうらしいけど、なんかね、うんうん、2、3歳ぐらいの時に聞くと、なんか答える子供は割といるっていう。なんかね、覚えてるっていうのがあるらしい、うん。今日はあの、うちの初代ディレクター、松ぼっくりが来てるんで、松ぼっくりさんのところ。母だもん、もう3歳。3歳。聞いてみて。聞いてみて。なんつってた？なんつってたって聞いてないと思いますけど。聞いてない。何も言ってなかった。どうします？なんか、おっさん2人の声が聞こえたって言われたら。やだな、その思い出も。なんか。いや、もう覚えてないと思うよ。まあまあ。うんうん、じゃあ、逆に、お腹の中じゃなくても、前田さんの一番古い記憶は何ですか？古い記憶？一番。幼少の古い記憶、うん、いやないな、やっぱ小学生ぐらいだろうな。幼稚園はなんかあるかな。幼稚園の時に、うんうん、でもはっきりした記憶じゃないんだよね。ないですよ、曖昧でも。何一緒に幼稚園に行く子が、うん、すごい怖かったっていう。ああ、男性女性、女子がリーダーだから。うち小学校まで全部女子がリーダーだから。へえ、すごいですね。男が負けちゃう感じだったのよ。ほう、じゃあその女性の、まあ、幼馴染的な人が、みんな女性にビビりながら生きる街だったね。ほう、それが一番怖かった。うん、なんか引っ張られるとか、行くわよみたいなとか、うん、そういうのが一番古い曲。なんか古い曲。君は？なんかね、全然よくわからないシチュエーションなんですけど、うん、ブランコに乗ってるのが一番古い記憶ですね。あ、公園のブランコね。それもなんか夕暮れ、暗くなってる。ちょ、怖いかったイメージが。で、なぜかブランコに乗ってるのが一番古い記憶ですね。一人寂しくブランコに乗ってる、うん、なんかこう、ね、悲しい感じでし、の思い出です。寂しい子供だったんだね。なんだよ、何が言ったんや。わかんないけど。なんかさ、俺がさ、なんかさ、こう、なんかちょっと凹むようなやつ、ほんと好きだよね。大好き。続いてはリクエストメール。はい。ハッピーネーム、鎌倉の由美さん。うん。前田さん、カッパさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。待ってました、新曲。うん。チューブらしい爽やかなメロディーに、前田さんらしいノリの楽曲、うん、嬉しいです。これなんだろう、パーフェクトスマイルか。パーフェクトスマイル。横須賀ライブがさらに楽しみになりました、うん、早速パーフェクトスマイルを今ワンオペ育児に奮闘中の娘に送りたい。ほうほうほう。現在1歳半と、今年の
ウルービに生まれた新生児、うん、年子の二人の子供を育てている娘、うんうん、その娘へ初めて行ったライブがチューブ、うん、その時一緒に行った娘の彼が今の旦那様、ほうほう、母としては嬉しい限りです、うん、今は二人の孫たちにチューブ教育中、うん、いつか親子三代でチューブのライブに行くのが夢です。前田さん、これからも素敵な楽曲を楽しみにしていますということで、はい、3代、ついに3世代チューブ3世代住宅ですね、うん。いや、住宅ではないけど、あのライブにお邪魔したりとかするとやっぱちっちゃいお子さん連れのね、うん、3代なんだなっていう感じのご家族も割と見ますよ。そうね、いや割とじゃない、結構見ますよ。もうだから俺たちがデビューした頃に先輩だったファンもいるわけじゃない、うん、はいはいはい、年上の、はい、そういう人たちはもうなんか孫がもう大学生とか、うん、ああなってる可能性ありますね、うん、うんうん、そりゃそうだ、なってる可能性ある。だ、ね、だ3世代です。だから3世代のファンを持つボーカリストということでございますよ。うん、嬉しいんだかなんだか。いやいや、嬉しいでいいじゃん別に。なんだかはいらないと思いますけどね。ちっちゃい子も見に来てますからね。特に野外は来やすいんでしょうね、やっぱお子さんっていうかちっちゃい子も。あの暑いのに、うん、騒いでもほらあんまり迷惑っぽくない。あ、そうか、ホールだとね、うん、ちょっと声とかがね あるから、割と行くと必ずと言っていいほどちっちゃい子供いますね。でもね、暑いからやっぱちゃんとね、熱中症にならないようにみんな親御さんたちは、そう思い出した。本人もそうだけどさ、うん、親御さんがね、うん、うん、あ、まあ親御さん自身もね、ね、あの時あったじゃないですか、横浜スタジアムで嵐の雨がガンガン降る、あの時もほんとちっちゃい子が行って危なかった思い出が今蘇りましたね。うん、それぐらいやっぱちっちゃい子供いっぱい来てらっしゃるライブでございますね。はい、鎌倉の由美さんのリクエストにお答えしましょう。はい、チューブでパーフェクトスマイル。君とレッツダンス、レイレッツ、シンガーソング、ベイベー、エビバディ、パーフェクトスマイル。夢や愛の形なんて百人百色さ。うまく言えないその気持ちは生きているっていう証さ。名前のない色もいつかこの世界を彩る。サーリンだって涙の昨日も僕らも持ってる無数の夢、みんな違っても長い坂も抜かるむ道も間違いじゃない。今はレッツダンス、レイレッツ、シンガーソング、ベイベー、エビバディ、パーフェクトスマイル。夢や愛の形なんて百人百色さ。空に花咲く無限の夢、意味は違っても君と見てるこの景色は幻じゃない。今はレッツ
前田信輝の You Touch Happy。 さあ続いては蛇口をひねったら出てくるものは何、これ全国やっぱあるんですよね、うん、ありますね、ね、はい、蛇口っていわゆるあの水道の蛇口をひねると水以外のものが出てくる、うん、市町村がいっぱいあるっていうことで、うんうん、これクイズ、なんかある意味クイズですね。ハッピーネーム神戸のひまわりさんから、はい、まず何が出てくるでしょうか、うん、1、いやその前読んでくださいよ、え、その前こんばんはとかそういう声を前田さん、カッパさん、スタッフの皆さんこんばんは、こんばんは、クイズです、はい、以上、いや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 、だから蛇口から何が出てくるでしょうか、はいはい、じゃあ俺があの場所を言いますから、うん、前田さんそれ何が出てくるか当ててください、うん、いいですか、はい、淡路島、うん、ハイウェイオアシスという、まあその施設、淡路島ってあの四国に行く途中の、そうですね、あの瀬戸内海に浮かぶ、まあ神戸からも近いし、淡路島といえばって考えた、玉ねぎだから、うん、おお、いいとこ行った、いいよ、カレーは玉ねぎで作った、出にくそうじゃん、出ねえな、もうちょっと、そっか、え、玉ねぎを英語で、オニオン、おお、ということはオニオンスープ、正解、あ、やっぱそう、名産なんだね、名産がやっぱり多いですね、うん、続いて愛媛県松山市松山空港、これはポンジュース、ああ、まあまあまあ正解ですね、みかんジュース、みかんジュースね、はいはい、ポンジュースは一応商品名かもわかんないんでね、じゃあ続いて、うん、福島県国見サービスエリア、福島県の名産、はい、福島県ですよ、福島ってなんだ名産って、でなんとなくそういう蛇口から出てきそうなものですね、福島で蛇口から出てきそうなもの、そうだからまあまあ福島ではないですけど納豆とかではないってことですね、はあ、福島で、ちょっと分からんねこれ、果物、福島で有名な、うん、なんだ、あ、分かんないか、じゃあ答えますね、桃ジュース、あ、桃なんだ、桃ですね、へー、次はちょっと難しいかな、長崎ハウステンボス、うん、行ったことありますか、ないと思う、ない、うん、ハウステンボス、まあまあいわゆる夢の国ですから、ちょっとだから名産とかじゃないです、なるほど、うん、ちゃんぽん、ちゃんぽんが出てくる、ちゃんぽん、ちゃんぽんの汁、いやいや、ちゃんぽん汁、長崎だけじゃんそれ、じゃなくてもやっぱ子供たちも来てるしっていうところで、カステラ汁、いやいやいや、なんでどんな汁、まずそう、どんな汁なんだ、いやいやいや、もっと子供たちが喜びそうな、あ、コーヒー牛乳とかそういうやつ、うん、近い、コーヒーじゃない、コーヒーは子供ちょっとやっぱ子供たちが好きな、子供たちが好きなやつなんだろう、ほら、父ごめんなさい、皆さんファンの方、ミルク、ミルク、あのドリン、なんちゃらドリンク、え、で甘い、なんちゃらドリンク、甘いといえばカルピス違うよ、あの子供たちが甘いくて好きなお菓子といえば、あの大雑把にこう、チョコレート、おの、おう、そう、チョコレートジュース、うん、チョコレートドリンクですね、そうなんだ、で最後これはすぐわかるかもわからないです、沖縄県、うん、豊見城市豊崎のヨナーズのとこですね、沖縄だから、うん、沖縄といえば、沖縄といえばシーサー、いや惜しい、シーはいい、シークワーサー、お、そう、シークワーサージュース、ジュース、うん、うん、じゃあ最後新潟県の実家って、これ食堂だと思う、実家食堂、これはもう日本酒でしょ、おー、すごい、違う、地酒、地酒でしょ、が出てくるの、せっちゃう口ひねったら、うんうんうん、はあ、いや、え、じゃあ逆に前さんは、うん、蛇口をひねって出てきて嬉しいものは何？アイスコーヒーかな。アイスコーヒーないのかな。でもそうか、アイスコーヒーがなんかコーヒーのね名産とか別に日本にはないですもんね。夏なんかカルピスね飲み放題とか受けると思うんだけど。まあそれは受けるけど、カルピス、むっちゃお金かかりそうですね。ね、かけてくださいよ誰か。じゃあぜひぜひ前田さんが。え？前田蛇口。俺は自分では買わないカルピスはもらう。贈り物とかでリクエストして、あのここでちょいちょいそうやってね、あの商品名出してなんか狙ってるもんね、あなたね、もちろん、はい、続いては前田さんは丸々に似ているというメール、はいはいはい、これか、うん、ハッピーネームひでちゃん、ひでさん、前田さん、カッパさん、スタッフの皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは、接客業をしているので、うん、お客様といろいろなお話をするのですが、はいはい、まさかの一言で驚いた発見があったのでメールいたします、うん、私がチューブを好きになったのは中学1年生の時、うん、学生の頃チューブの誰が好きなのと聞かれたら、うん、みんなが好きと答えていた私、うんうん、
ライダースにも入っていましたが、いろいろあって、最近またライダースに約26年ぶりに復帰しました。それもこれも前田さんのラジオがきっかけです。あ、このラジオかな？この、うん、今のチューブさん、チューブの皆さんは何してるのかなと、ネットで調べたら、ラジオをやっていると知り、番組を聞いて私は衝撃を受けました。前田さん、ただのエロ親父じゃない。でもそれが面白くてドハマり。今や前田のぶてるさんの大ファンですと言い切っていますと。で、ラジオの前田さんの話をお客様としていた時のこと。話題がそれ。学生の頃理想のタイプはどんな人と聞かれました。私はアニメのシティハンターの冴羽りょうと答えました。するとそのお客様が、あ、だから前田さんなんだね。と言われ、え、なんでと思った私にこう言われました。ちょっとキザで女ったらしでエッチで、でも肝心な時は優しくてみたいな、前田さんそんなタイプやんな、関西なんですねこれね、今の前田さんならと断然納得しました。なるほど。いい加減な感じの雰囲気がありつつも、やる時はやる感じとか、それにエロ親父ですしね。前田さんどう思いますかっていう。サエバリョーいいじゃん。サエバリョーはだって全然俺とは違うだろ。俺はどっちかっていうとチャーリーズエンジェルの囲まれてるおじさん。なんかリーダー、リーダーっていうか、なんかボスみたいな。あれがチャーリーじゃないの？あれがチャーリー。チャーリー、チャーリー。あ、そう、あれがチャーリーだ。俺はチャーリーだ。何言ってんだ、この人。チャーリー。ああ、なるほどね。チャーリーズエンジェルが分かる人も少ないとは思うんだけど。ちょっとリブートやっていっぱいやってる。あ、でもあれも結構前じゃないですか、映画も。リブートの映画も。そう、チャーリーズエンジェルとか、シティハンターとか、なんか、男女がチームっていうのがなんか、あの当時、割と多かったですね、確かにね。その前は多分キャッツアイってやつだったから。ああ、キャッツアイね。女性の泥棒みたいな。はいはいはい。プレイガールって覚えてます？覚えてる。前のめりになった。うん。まあ、プレイガール。やばかった、あれは。やばかった。あのドラマはやばかった。うんね、プレイガールね。もし今 CS でたまに再放送やってますよ、プレイガール。あ、そうなんですか。うん。ああ、いいですよね、あれね。なぜかラブホテルのシーンが多くて、事件が起きるところもね。そうね、うん。モーテルって言うんですか、当時は。当時はモーテルって言ってたかもわかんないですね。何の話からそこ行っちゃったんだろう。じゃあ前さんは、じゃあ漫画ね、ジャンプ、こよなく愛する前さんは、冴羽りょうじゃなくったとしても、漫画の主人公、誰になりたいですか？江田島。先駆け男塾長。塾長。江田島である。なんでとか。なんか大人に憧れたよね、なお。主役じゃなくてさ。脇役の大人ってこと？星一徹とかに憧れたもん。ああ、ヒューマじゃなくて、うんうん、花形でもなくて、一徹にね。一徹に。じゃあ、ドラゴンボールだったら誰？亀仙人。ああ、やっぱじじいじゃねえかよ。亀仙人ね。うん、ああ、やっぱそういうのにあが好きなんだね。楽そうだもんね、なんか。楽そう、意味がわかんない。楽そうの意味が。なんかほら、そういうシーン。っていうか、配役的にも重荷がないし。何やる気なの？やる気。実写あったらやる気なの？やる気。実写化されたら、まあ、やされてますけど。でも実写化されても俺は亀仙人にはなれないね。俺はドカベンのトナマンになりたかったなぁ。ああ、わかる。そっちっぽいもんね。そっちっぽいってどっちっぽいの？何それ？だから正統派じゃない方の。どういうことや。なんで、天才的音楽家であり、天才的二番打者ですよ。そう。天才が二つですよ。じゃあ会いたい漫画の主人公は誰？もし、会いたい。本当にいたら。いたら。ってみたいな。ゴルゴ13さ。筋肉マン。筋肉マン。ああ。俺はキューティーハニー。まあ、変わんねえじゃん。あんたブレないね。生ハニーフラッシュ見てみたいな。ただのエロ親父じゃん。そうそうそう。ただのエロ親父。月光仮面。月光仮面ね。おっぴろげジャンプ食らいたいね。ああいうのはもうダメなんだろうな、今の時代。もうダメですよ、あんなの。さささぞ、ピロケジャンプ。だから言うな、つんだよ。まあまあまあ。まあまあまあ。だから長い号ファンですもんね、あなたね。そうね。長い号ファン。でもなんか最近やったのは、なんだっけ、変態仮面っていうの。変態仮面ね。鈴木亮平。亮平さん。さんがやったり、最近でもないか。もう結構前ですけどね。あれほら、痺れちゃったね。うん。あれね、鈴木さんのあの演技力というか。いや、結構仮面もあるのかなと思って。いや、ねえわ。まず誰がやるんだ、あれ、結構仮面を。あ、でもあるんじゃないかな、実写版は。昔はね、あったんだろうけど。だって、ここ最近でしょ、あの変態仮面。あ、でももう結構前です。10年ぐらい前。10年ぐらい前じゃないですか、変態仮面は。あれ見てたから、俺。ああ、見てた。うん。うん。
だじゃあ結構考えるバカっぽい漫画がなんかできなくなるってのはちょっと辛いですね。小回りくんとか実写化見たいよね。あ、見たい。ガキデカね、でもあれ実写化で誰がやるんですか。じゃあ小回りくん役バナナマンのほら日村くんとか。あ、日村さん、ちょっとミニチュアサイズにして小回りくん似てる、ね、似てる顔とかも髪型とかも許されるキャラじゃん。それで許されるキャラではある、うんね、確かに日村さん合うかもね、うん、ね、そんな感じするんですけど、はい、最後はリクエストメール、はい、ハッピーネーム5月生まれさん、うん、前田さんカップさんこんばんは。こんばんは。母がチューブの大ファンなので、うん、私も小さい頃からチューブの曲をたくさん聴いてきました、はい、大学生になった今、うん、チューブの曲を聴くと、うん、歌詞の意味がよくわかることがあって、うん、毎日チューブの曲を聴いています、うん、そして去年の横浜スタジアムライブに初参戦しました、うん、育児や仕事で忙しくて10年以上ライブに行けてなかった母も一緒です、うんうんうん、ライブ名物の大噴水が終わると、うん、横にいる母は大号泣、うん、帰る頃にはメイクが涙でぐちゃぐちゃの状態でした、うん、前置きが長くなりましたが、うん、私が流してほしい曲は青いメロディー、うん、この曲の2番のサビの2番のサビで私の名前が出てきます、うん、この曲を聴くたびに前田さんに名前を呼んでもらえたような気がして、うん、すごくほっこりします、うん、ああじゃあさつきかうつきなのかな。まあそういうことなんですね。そうか、どっちが出てくるんだ。あ、そう、5月生まれだからさつきですね。あ、じゃあさつきさんだ、うん、あ、いい名前つけてもらったってことですね。そういう意味で言うと5月生まれでさつき、おしゃれだね。あ、しゃれおつですよ、うん、あ、えだから7月生まれは夏男夏彦夏彦、うん、夏てる夏てるはちょっと読みにくいね。これは2003年発売のチューブの39枚目のシングルだそうです、うん、だそうですじゃなくてですです、うん、この曲の思い出はって書いてありますけど、はい、覚えてません。割となんか、あなた語られてたような気持ち気分あの思い思あもうどうでもいいや、はい、すいません。その時はね、うん、その時はもうその曲に込める思いはすごいあるわけですよ。ある。でも次の年には忘れてるからねもうね。それじゃあ5月生まれさんのリクエストにお答えしましょう、うん、チューブで青いメロディー。知らなかったこの気持ち、今胸の奥で消えない波の音が響くよ。何気ない会話も途切れないように、なぜか祈ってばかり。痛みにも似た甘く切ない青いメロディー、四六時中君の顔が浮かぶ、うずきの空、天気より季節より何よりも気になって明日さえ待てないくらい、これがきっと恋なんだ。最終電車が近づく駅のベンチで時計を気にする、旅に泣きそうな気分になってる。手を振る笑顔は返したくないのに、僕は無理してばかり。星空みたい淡く眩しい青いメロディー、君に届け、さつきの夜、地球より宇宙より未来より大切さ、全て
痛みにも似た甘く切ない青いメロディー、四六時中君の顔が浮かぶうずきの空、天気より季節より何よりも気になって明日さえ待てないくらい、これがきっと恋なんだ。皆様からのハッピーメールお待ちしております。はい。何でも結構です。はい。アドレスはチューブアットマーク前田信輝ドットコム。チューブアットマーク前田信輝ドットコムです。はい。お相手は前田信輝でした。Hey.